二人の間では結構前から結婚を決めていたようですと明かしているということです。二人は数年前からの知り合いで、去年アカニさんの芸能仲間を交えて食事などを楽しむようになり、秋頃から急接近。先月中旬からショッピングやディズニーシー、さらにはメイサさんの自宅マンション近くで仲良く買い物している姿など、二人の目撃情報が相次いでいました。ゴールインの日取りは仕事のスケジュールを優先して決める意向とか。やっぱうまくいってほしいですよね。お幸せになってくれたらね、こっちも嬉しい感じですよね。でもお互いが好きだったらね、いいんじゃないかなとは思うんですけどね。アカニスさん27歳、黒木メイサさん23歳、ビッグカップルの誕生です。電撃すぎない？みんなびっくりですよ。びっくりしました。午前2時10分頃早撮りが定着、スタッフルーム大笑わ。